ミステリー、こんばんは、おばちゃんです。ここのところね、おばちゃん飛ばした、ごめんなさい。謝罪のね、これで謝罪になるとは思ってません。でもね、中曽根してみました。いやもう本当に申し訳ないです。ツイッターの記事で鏡の後ろにガスネタもあるっていう風に教えてくれた人いっぱいいまして、おばちゃん、また飛ばしてしまったということで、もうすぐさまシェーバーを買いまして、頭ツルツルにしました。申し訳ありません、本当に。それで今日ね、テレグラムに載ってたウエスタンジャーナルの記事なんだけど、ジョージ・ブッシュ元大統領が不法移民の市民権への段階的な道を呼びかけるっていう、このね、記事を取り扱っていきたいと思うんですけど、ウエスタンジャーナルの4月18日の記事です。ワシントンポスト紙の金曜日の記事で、元共和党大統領のジョージ・ブッシュは、国内の文書化されていない外国人に合法的な住居と最終的には市民権への段階的な道筋を与えるよう求めた。歴史的な新しい到着者に与えられた助けと尊敬は、多くの人々がまたアメリカ人になることを熱望し待っている理由の一つです。それでね、バイデンとね、同じようなことを言ってる以上に、市民権を与えたり、あと同じアメリカ人としてみんなで温かく迎えましょうって、市民権の話まで出ちゃってるのね。でね、この記事でね、あることにおばちゃん気づいたのよ。それで今回ね、ちょっとこれはそうなんじゃないかっていうふうにね、濁そうかなと思ってます。断言するとおばちゃんまた違うじゃんって3回目になっちゃうでしょ。これ逃げじゃないですよ、セーフティーよ、セーフティー。うん。だってまた間違っちゃう。今度は、もう、剃るとこないよ。あと下？うん。だっておばちゃんの下剃っても、ワーオってならないじゃない。周りの人、もう、だってみんな濃いでしょ？うん。それでって。いや、もう年は取りたくないわね。これでもおばちゃん、こう遠くでブイブイ言われてたのよ。もうね、男どもの、ね、横を通るとみんなね、おばちゃんを見てきてた。いや、もうわかりました。戻ります。もう今回はね、逃げじゃないです。うん、セーフティーよ、セーフティー。うん、そうかもしれないっていうね、写真をちょっと比較したいのかなと思うんですけども。ブッシュの神さん？なんか急に身長低くなってね。だってトーク、ブッシュの目の位置ぐらいまであったんだけど、もし、なんていうのかな、右の写真がヒール履いてて、左がヒール履いてなかったとしても、急にこんなに、背低くなった？AFP の記事をちょっと参考にさせてもらいたいんだけど、ね、ブッシュの神さんってね、結構背高いのよ。で、一緒に並ぶと、ちょっと顔を傾けただけでも、ブッシュの目の位置までね、頭のね、トップがね、行くのよ。トップって言い方、なんかおしゃれでしょ？うん、おしゃれ。うん。急にこの、まあ、年取って背低くなったって言っても、この急激な、ねえ、縮み具合って、冬だから？おばちゃん、ちょっとわからないんだけど、男の人って冬になると、なんか、スモールになっちゃうんでしょ？よくわからないけど。そういうことなのかな。冬っ子で撮ったの、左側。おばちゃん女性だからちょっとなんかね、それがよくわからないね。うん、巷で言うポークピッツってやつがその現象のことなのかしら。うん、あ、それとね、ブッシュの神さん、左側の目とは違って、結構目でかいねんよ。でかいっていうかね、この人の目結構綺麗なのよ。こんなちっちゃくないような気がするんだけど、メイクなのかしら。っていうことは、目もポークピッツってことなの？じゃあ、冬取ったらこういう感じになるのかしらね、おばちゃんも。うん、あ、ちなみに、右のね、ツイートの右側の写真、バリー・ソエトル・ブラザーズの、ね、写真だよ、これ。うん。いろいろ調べてたらね、急に身長がね、低くなったのがね、バイデンの就任式の時、その時ぐらいからね、急に背が小さくな、あ、いや、
その時ぐらいがなったかもしれない。おばちゃんセーフティー行きは。3回目三振は嫌よ。今日はセーフティーで。やっぱりなんか就任式は、全体的に変だったなと感じたおばちゃんです。感じただけですよ。セーフティーセーフティー。そういえばおじいちゃんのね、最新ニュースで、ゴルフしてたんだって。なんか菅総理と会談した時にさ、カメラに任せて、実は体調が悪かったんじゃないのかっていうふうにね、囁かれてるんだけど、でもゴルフもちゃんとやってるし、元気ですよってニュースは載ったのよ。で、この写真、2016年らしいよ。いや、おばちゃんセーフティーだからよくわからない、うん。古い写真なのかもしれない。いや、なんかね、コミックショーっていうのかな。パロディを見てるみたい。アメリカは今パロディなのね。ビビってくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市クラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。